通じる、まあ、熊坂道になってます。で、まあ、ルート的にはね、このこちらを行っていただきますと、まあ、あのいわゆる、まあ、アルプス的なね、気分をちょっと満喫いただける耳岩、あるいは天狗岩へと、さらには景観山へとつながるあのハイキングコースになってます。で、もともとこの道はね、まあ、さっきも言いましたように、漁師があの獣を追ってた時に使われてた、まあ、獣道のですね、延長ですね、まあ、あの人が歩いていって、まあ、今日のようにハイキングコースとして整備された比較的新しい道なんですが、まあ、何回も行くようですが、この道そのものはね、昔岩安以下金生寺の修行僧、まあ、僧侶たちがですね、金生寺と、まあ、金生寺の達中と言われました熊坂寺を、まあ、行き来した道になってございます。で、多分ね、また今日ね、天気がいいんで、よそのパーティーが結構おいでになりますので、もうここでちょっと説明をさせてもらっておきますが、これから100メーターほど先行きましたら、25センチぐらいのね、まあ、50センチのほどの岩に、いわゆる25センチほどの仏様がおられた、いわゆる、茶仏観音というのがございます。まあ、ちょうどこの場所が、駒坂寺と金生寺のちょうど中間点になってまして、まあ、ここを行き交う、まあ、僧侶たち、あるいはまた、参詣者にですね、まあ、お茶を沸かして振る舞ったというところからですね、まあ、茶沸かし観音とも言われているところです。で、まあ、可憐な、ね、小さな仏様で、どうもいわゆる内容、まあ、調査されるとどうも阿弥陀如来やろというふうに言われています。まあ、25センチのね、可愛らしい石仏になってございますので、まあ、しっかり見ていただいて、もうそこではちょっと説明をさせていただけませんので、ご覧いただきながらですね、昼食会場に昼食会場とおかしいですね、昼食をとっていただきますね。龍王さん、ね、でちょうどね、この峰の最高峰になります。今604メーターのね、まあ、八体龍王さん、雨乞いがね、まあ、雨乞いの神事をされるいわゆるところになってます。まあ、祭場の跡になります。八体龍王がお祭りされている龍王さんの方で、まあ、昼食をとっていきたいなというふうに思います。まあ、そんなところです。何かご質問ございますでしょうか。ないですか。はい、まあ、あんまり質問いただいてもですね、回答ができませんので。あ、これね、ちょっと間違ってるんですよ、ね、絶対的におかしいですね、はい。どっちが正しいんでしょうね。ね、これね、多分ね、竜王さんからね、起点まで25分かからないんですよ。大体15分ぐらいなんです。15分ぐらいなんですよ。で、これちょっと直すようにしますわ。前から直さなあかん、直さなあかん。立東市貧乏財政でございましてね、このペンキを塗って直す、ペンキを買う税がないんですよ。大変なんですよ。ふるさと納税というのも受け付けておりますのでね、また気がありましたら、よろしくお願いをいたします。